アンマンはヨルダンハシミテ王国の首都、ヨルダンの政治、経済の中心都市となっており、中東でも有数の世界都市である。アンマン城塞の丘からローマ劇場方面の下町を眺めた風景アンマンはヨルダンの首都で同国の政治、経済の中心、紀元前17世紀以来の古い都市で、古代にはフィラデルフィアと呼ばれ繁栄していた。しかし、 その後度重なる地震や戦乱によって衰退し、荒廃した。当地は一寒村となっていたが、20世紀初頭にトランスヨルダンの首都となり発達し、パレスチナ戦争後急激に規模を拡大した。アンマンの人口はおよそ120万人で、ヨルダンの全人口の4分の1ほどにも及び、近郊を含む都市的地域の人口では252万人であり、世界では146位である。 アンマンは近代的なビルが立ち並ぶ近代都市である一面で昔ながらの市場のある旧市街のダウンタウンを抱えている。ヨルダン側にも比較的近くイエスが洗礼を受けたとされるワディハラールまで自動車で45分ほどであるため多くのキリスト教徒が訪れる。イラク西部とは陸路で直結しており2003年のイラク戦争前後から混乱の続くイラクに 陸路で入る人々の中継点としても注目を集めた。アンマンの地は新石器時代の9000年前以来の定住地であった。聖書ではアンモン人の主要な都市としてラバ、もしくはラバとの名で登場する。やがてヘブライ語でラバとアンモーンと呼ばれるようになった。この都市はアッシリア帝国、ペルシア帝国、マケドニア王国の征服を経て、 エジプトのヘレニズム王朝プトレマイオス朝の支配下になり、プトレマイオス2世ピラデルポスにちなんで、ギリシャ語でフィラデルフィアと呼ばれた。フィラデルフィアは、紀元前一世紀にローマの統治下に入り、ローマ帝国の下で、キリスト教が流入し、司教座が置かれた。アラビア五名のアンマーンは、先イスラム期にシリアを支配したキリスト教系アラブ人のガッサーン、アの下で起こり、 ウマイア朝及びアッバース朝の時代に都市の繁栄と共に定着していったが、度重なる地震と戦乱によって次第に都市としては衰えていった。1887年、ロシア帝国の弾圧を逃れて北カフカスからオスマン帝国領のシリア地方に亡命してきたチェルケス人がフィラデルフィアの廃墟の近傍に住み始めたことによってアンマンは再び歴史に登場する。 1900年、オスマン帝国のスルタン、アブデュルハミト2世がダマスカスからメディナまでのヒジャーズ鉄道建設を命じたことにより、アンマンに大きな鉄道駅が建設されることになり、周囲や沿線の物資の集散地として浮上を始めた。1921年にハーシム家のアブドンラービンフサインがイギリスによって委任統治療パレスチナ東部に新設された。 トランスヨルダンの主張に据えられると、アンマンに政府が置かれた。当時はサルトがトランスヨルダンの中心都市であり、アンマンは未まだ都市らしい都市ではなく、アブドンラービンフサインは当初、駅を応急に列車を政府庁舎代わりに使っていた。1946年にトランスヨルダンが王国として独立すると、アンマンはその首都に昇格するが、1940年代後半、 の人口はわずかに2万人程度であった。しかし、イスラエル独立をめぐる混乱の中で、ヨルダンにはパレスチナ人の難民がパレスチナ各地から押し寄せ、トランスヨルダンにおける数少ない都市らしい都市であるアンマンの人口は急速に膨張した。その結果、居住地は都市の中心部を外れて、旧市街を取り囲む丘の上にまで拡大している。1990年代だけでも、 パレスチナやイラクなどからの移住者や難民もあり都市拡大のペースは加速し、西部に新市街が次々誕生する一方、水の供給が深刻な問題となり始めている。なお、1970年に発生したヨルダン内戦によってレバノンに追放されるまでパレスチナ解放機構の本部が存在していた。アンマンはヨルダン北西の丘の多い地域に位置している。町は、 元々7つの丘の上に建設されたが、現在では周囲の他の丘の上にまで拡大している。大安満地方自治体は27地区で構成される。安満市街9区にある超高層ビルが立ち並ぶ、予定のアブダリプロジェクト地区の円形ヨルダンの経済の中心地である。食品、中小規模の加工業、建設業、銀行業、保険、貿易、観光業、 宿泊業が主要な産業である。国内交通では、路線バスとタクシー、そして固定された路線を主に走る乗り合いタクシー、セルビスが活躍している。市内交通は、特に通勤のピーク時における混雑に悩まされている。安満の空の玄関は、市内から車で南へ散、陸路では、隣接する各国の都市へのバスが頻繁に、発着している。隣接国。 例えば、イラクへはセルビスによる往来もある。鉄道は、かつてのヒジャーズ鉄道の一部にあたる路線が、ダマスカスとの間を運行しているが、週に数便しかない。主なバスステーションは、以下の3つである。なお、アブドリーステーション北位31度57分36.44秒、統計35度55分2.67秒 北緯31.9601222度統計35.9174083度、3 1 9 6 0 1 2 2十3 5 9 1 7 4 0 8 3と、ラグホダンステーション北緯31度57分9.39秒、統計35度56分34.9秒、北緯31.9526083度統計35.943028度、 31.952608335.943028は、すでに、バスステーションとしての役割を終えている。ヨルダン大学をはじめ複数の大学がある。アンマン国際スタジアムを中心とした、アンマンスポーツシティアンマンをホームとする、サッカークラブがある。ローマ劇場アンマンの城塞とローマ都市の遺跡アンマンの観光地の多くは、 金製品や布などを扱う古くからの市場とアルフセインモスクを囲んで広がる旧市街にある。地元住民にはバラドの名で知られる旧市街は周囲を囲んで虫食い状に広がる新市街の中に縮こまっているような状態である。しかしながら旧市街は古くからの情緒を残しており古いアンマンを楽しみたい場合はジャバルアンマンの東側に行けば 旧来の街並みや生活、大きなスーク、古代の遺跡、博物館などを見ることができる。アンマンの城塞の丘は古来から人の居住があり、軍事的、政治的に重要な場所だった。その建築物群はローマ帝国、ビサンチン帝国、イスラム教初期にまで遡る。丘の北端と東端から出土している遺跡は青銅器時代にまで遡る可能性のあるものである。 丘には、マルクス・アウレリウス・アントニノステーが命じて作らせたと言われるヘラクレス神殿があり、エフェソスのアルテミス神殿に似た形だとされる。ヘラクレス神殿アンマンは7つの丘にまたがっている、ところがローマに似ているとされ、古代ローマの兵士や役人には大変好まれた。ローマ時代のフォルームの裏には、収容観客数6000人規模の円形劇場がある。 アントニヌスピュース帝によって138年から161年の間に建設されたと思われ、他の斜面を利用して作られている。今でもこの劇場はスポーツイベントや上演などに利用される。アンマンは西アジアで最大規模のモスクがある町でもある。この町最古のモスクである旧市街のフセインモスクはかつてフィラデルフィア大聖堂があったと思われる場所にあり、この地をムスリムとして 初めて征服した第二代、政党カリフーマルイブンハッター部が建設を指揮したと、される。現在見る、アルフセーンモスクは、ハーシム家のトランスヨルダン支配後、アブドンラービン夫妻によって、オスマン建築様式で改装されている。最も新しいモスクは1982年から1989年にかけて建設された真っ青なモザイクの大屋根のある巨大、モスク。 キング・アブドッダー一世イモスクである。ドームの下の礼拝所は3000人が収容できる規模である。アンマンのモスクでユニークなものは、市内で最も高い丘、ジャバル・アシュラフィエの上にあるアブー・ダルイーシュモスクであり、黒と白のチェックのパターンという異様な姿を見せている。外見と違い、内部は黒と白の配色はなされておらず、淡い色の壁とペルシャ絨毯が敷かれている。このモスクは、 北カフカスのサーカシアから移民してきた人が作ったものである。アンマンの衛星写真立体交差の交差点。ありがとうございます。